かいがした。保育士の夫婦だよ。レズミカルガスの雑草男。ピカン。わお、朝日。たかちゃんでございます。本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。オレンジ6さ、親子遊びでニコニコ、運動神経向上プログラム、本日102発目。はい、行きましょう。久しぶりの野外に来ております。今日はですね、この芝を使った芝滑りで遊びながら楽しく運動神経向上していきたいと思います。これね、芝をこうね、登っていくことによってかなりの急斜面ですから、脚力鍛えられますし、とにかく芝滑りが楽しいから、どんどん何回も行きたくなるから、相対的な絶対運動量のね、確保もできますから。あとちょっと、レモンちゃん、そこで滑ってみてください。このね、100均で売ってる、芝滑り、昔は、ダンボールでね、やったんですけど、これでね、そう、やるんですけども、ちょっと体勢取ってみてください。この体勢がですね、運動神経に重要なバランス力のキープにね、とっても役立つんですよ。で、あ、そうそうそう。ね、両足を上げたらぐんと進みますから、体幹力、トレーニングにもね、なりますんで、さあ、かけつけの皆さん、ヒューガさん、はい、早朝ですけども、よろしくお願いします。大人にはちょっときついですけどもね。はい。そしたらもう、いきなりバトルしましょうか。バトルいきなり。いきなりしましょう。まず子供対決。子供対決。この下から、用意どんで走って、登って、上まで行って、印つけてますから、そこで、ソリに乗って降りてくる、どちらが早いか対決。で、まずそしたら、子供行きます？うん。はい。なら、柑橘系の、レモン甘夏ちゃん対決行ってみましょう。レモン甘夏ちゃん走らない。ほんで、その次にね、大人対決。タカちゃんとヒューガさんやりまして、勝った方で決勝。最後にみんな一緒に滑りましょう。あ、みんな一緒にあかんか。2個しかないんか。うん、まあほなら、それで、優勝者決めましょう。それでは、レモンちゃんちょっとハンデあげようか。ね、レモンちゃん真ん中まで行ってください。真ん中まで。真ん中。で、滑る？そう。真ん中まで歩いていっていいね。上まで、用意どんで上がってから。うん。そっからちょっと上まで行って。うん。そっから用意スタートで。そう、もっと上。まだまだ。まだまだ行っていいよ。まだまだ。あまなちゃん早いから。まだまだ。ヒューガさんどのぐらい？もっとやだ。もっとあと10歩。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、行きましょう。それでは、行きますよ。第1回戦。あまなちゃん VS レモンちゃん芝滑り対決。オンエアマーク、セット、ゴー！お、結構レモンちゃん脚力ついてますね。まだ幼稚園児ですよ、あれ。お、来た来た来た。さあ、レモンちゃんマシン乗り越えました。お、すごい。あのヒューガさん、あのバランスです。あれ、お、すげえすげえ。はやあ、まだ追い上げてきた、追い上げてきた。頑張れレモンちゃん。レモンちゃん、お、これも、これね、カメラちょっと見切れましたけど、この勝負レモンちゃんの勝ち。お見事。素晴らしい。よっしゃ、続いて、そしたらヒューガさん勝負だ。はい。はい。ね。まだ一回も練習してないけど、大丈夫。大丈夫。真ん中ここ。ぶっつけ本番や。ぶっつけ本番。真ん中ここですからね。はい。ここ。はい。ヒューガさん、あれいります？ハンデ。ハンデいるでしょ。あら、同じところぐらいまで。あ、よっしゃ。お、ちょっとやばい。それぐらいどう？まだまだまだ、さっきはもうちょっとだった。もっといった？よし。そしてこの、崖を、そのぐらいでいいと思う。登るところの坂道ダッシュでこれ、決まりますね。はい。はい。いいですか？本気でいきますよ。それじゃあ、はい、いきますよ。はい。オンヤマーク、セット。お、同点か。同じタイミングで滑り出しました。お、ヒューガさん順調。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 あ、ここまでがゴールだ、ゴールだ、ゴール。同点か、これ。どうする、カメラ判定や。同点、もうほぼ同点なんで、これはね、ヒューガさんのガッツに、ちょっとこれ、また感動しましたんで。またやんの？まだやって。最終決戦は、レモンちゃん VS ヒューガナさんです。意外な対戦になった、これ。しかもこれは、どっちも、ハンデなしで。わかった。
一応そしたらこの後に、僕と、アムラちゃんもやりますわ。はい。それではまず、はい、レモンちゃんこっち。はい、こっちで。いきますよ。まず、引き上がってん。あ、先ほどら、僕とアムラちゃんやりますか、はい。よし。3位決定戦。よし。3位決定戦。走るときがちょっと。いきます。よし。オンヤーマーク、セット、ゴーよっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。あー、抜かれちゃった。あー、マナちゃん頑張れ。でも、滑るときやな。マナちゃん、マナちゃん。あー、見た見た見た。早い。よーし、タッチ。頑張れ、マナちゃん。危ない。あー、ダメだ。よっしゃ。こっち。あー、タカちゃんやったかな。やった。3位。惜しかったな。いや、ギリギリ。もうあとね、マナちゃんが、もうあと2、3ヶ月トレーニングして、陸上部でやったら負けます、これ。はい、それでは最後決勝戦、行きましょう。はい、それでは、はい、決勝は、ゆうかさん VS、レモンちゃんです。オンエアマーク、セット、ゴー！いった。これが、坂道出しがきつい。けど、滑るとき楽しいんでね。僕ら今回、アップなしでやってますが、意外に、ね、普通にトレーニングするより疲労感ないですね。お、レモンちゃん。お、レモンちゃん来た。お、これは早い。これはレモンちゃん圧倒的。お、ヒューガさん、追い上げ来た。来た、来た。来た、来た、来た。お、お、ヒューガさん。あ、やばい、バーッ、危ない。はい。あ、ヒューガさん、ナイスガッツ。この勝負、優勝は、はい。レモンちゃんでーす。はい。そんなわけで、皆さんもね、近くの公園、芝滑り、楽しんでみてはいかがでしょうか。それではいきますよ。せーの。ドーン。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが大好きな7色に本気で挑戦することによって、見事、虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、シニア、キッズ、自然、筋トレ、そして、リズミカルガス。いずれかに興味のある方はぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。タカちゃんが染まっていく瞬間見逃したらあかんでー。